南口掛川駅は、静岡県掛川市南一丁目及び南西京に、ある、東海旅客鉄道東海道新幹線、東海道本線及び天竜浜名湖、鉄道天竜浜名湖線の駅である。東海道本線の駅番号は、CA27。天竜浜名湖線は、日本国有鉄道二股線を転換したもので、当駅を起点とする。 東海道本線の運行形態の詳細は、東海道線を参照。東海道新幹線は、東駅新設時から各駅停車の小玉のみが停車する。東海道新幹線内では新富士駅と三河、安城駅も小玉のみの停車であるが、東駅がその中では利用者数は一番多く、光が一部停車する岐阜羽島駅と米原駅を上回っている。 JR 掛川駅の事務官コードは52123となっている。東海道新幹線開業当時の駅周辺国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成新幹線は相対式ホーム2面2線を有する高架駅で、中央路2線は通過線となっている。在来線は単式ホーム1面1線。 島式ホーム1面2線の合計2面3線のホームを有する地上駅である。3番線と4番線との間には留置線がある。改札は北口、南口及び乗り換え口があり、各改札と在来線ホームは地下通路と個線橋で結ばれている。南口からは新幹線構内に直接入り出場できる。当時の掛川市長だった。 新村純一垣の文化を大切にするという姿勢をとっていたため、新幹線の駅を開設した際にも、1940年に建築された北口の木造駅舎がそのまま使用され、続けてきたが、一方で駅舎の耐震化がなされてこなかったことから、掛川市では駅舎を建て替えの上で、元の木造駅舎の資材を利用して、 外観を復元する広報による耐震化工事を2012年12月から開始、2014年1月に駅舎の共用を再開した。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、菊川駅を管理している。JR 全線切符売り場は、北口駅舎に併設された JR 東海ツアーズ内と南口改札坊にある。新幹線特急券の自動券売機は、 北口、南口、新幹線乗り換え口改札付近に設置されている。駅舎東側に、線路下を通る自由通路があり、改札内を通らずに南北を往来できる。新幹線高架下には、JR 東海静岡開発の運営する、商業施設、アスティ掛川があり、土産物売店、カフェなどがある。乗り場新幹線のホームは、 13号車から16号車の停車位置には屋根がついていない。なお、この新幹線掛川駅新設時の小玉号は12両編成が存在していた。当駅は他の新幹線停車駅より駅に進入する側の対比線の距離が長く、下りは約700メートル、上りは約1200メートルある。これは新幹線駅建設時に少しでも 対比列車を早く対比線に侵入させ、後続の通過列車への影響を抑え、列車の増発やスピードアップを図れるよう設計されたものである。そのため、対比列車が停車する前に、本線を列車が通過する事象も見られる。東端式ホーム一面二線を有する地上駅である。JR 東海とは別改札である。天浜線駅舎内から、東海道本線一番線への JR の、 簡易型自動改札も存在する。JR への乗り換え客で JR 線の乗車券を所持していない場合は、天浜線の券売機で JR 線の乗車券を購入して入場することができる。なお、JR 線と線路がつながっており、公主車両の引き渡しが行われるほか、検測車が天竜浜名湖線に入線する際も当駅を経由する。乗り場天竜浜名湖鉄道が、 国鉄二股線だった時代は、ホーム番号が、駅舎から近い順から4番線、3番線、と付けられていた。主な駅弁は、下記の通り。静岡県統計年間及び、掛川市統計書によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。城下町、宿場町から発達した古くからの商店街、繁華街である。平成期以降は、 掛川市役所の移転、大型スーパーマーケットの撤退に代表される、公害化により、行政、商業の中心地としての機能は低下しており、2009年に、掛川市中心市街地活性化基本計画が、中心市街地活性化法に基づき認定された。ユニーア土地は現在は駐車場になっており、掛川駅前東が行く第一種市街地、再開発事業として、 再開発ビルが計画されている。旧、東海道沿い中町、連着、二等商店街は、片側式アーケードになっており、アーケードを抜けてからも商店街が続いている。旧東海道から逆さ川までの掛川城大手門を、含む一帯の商店街は、白壁瓦原屋根風の建屋が並ぶ城下町を模した、造りとなっている。北口に比べ比較的近年になって、区画整理された、 住宅街である。南口は新幹線駅開業に伴い整備され、以後はホテルや駐車場が増えた。北口、南口ともに駅を出てすぐは、一般自家用車とタクシーの乗り入れるロータリーになっており、北口のバス停はロータリー外苑、南口のバス停はロータリー南側の道路上バスカットと、その対面に設置されている。以下の定期バス路線のほか。 つまごいやエコパのイベント等、また、横須賀地区で開催される演習横須賀さん熊野神社滞在の際に、臨時シャトルバスが当駅、会場間に運行される。バス停の名称は、掛川駅前、または、掛川駅北口。バス停の名称は、掛川駅南口前、または、掛川駅南口。新幹線の隣の停車駅は、各列車記事を、 東海道本線のホームライナー静岡、ホームライナー浜松の隣の停車駅は東海道線をそれぞれ参照のこと。ありがとうございます。